これもトラップ来てる、うん、激しいが、ここはスピードに乗っていった。長野はシュートを決めていきます。高橋からインサイド、いいフィードだ。さあシモンズセントフォート決めていきます。インサイドセントフォートからもう一度柏木、中に合わせるシモンズ。柏木選手のいいアシストでしたね。ガードナーがボールを持っていきます。シーホース三河インサイドシモンズ、ライアン・ケリー、もう一度森ザネ、自分で行くスリーポイントを決めてきます。また決めてきた。ただもうボールスナップの後ですからね、やっぱあれシュートの先判断のところだと思いますね。うわー、丸のスリーポイントを決めていく。柏木逆サイド、川村からインサイドシモンズ、豪快なダンク。次にもスリーポイントあります。ただここは決まりませんでした。52対50。うわー、長野選手、おっとスピードに乗っていきました。気をついて一気に決めていきました。ここも時間を使っていく長野のスリーポイント、リバウンド、ここはシモンズ強い。逆サイドには金丸、インサイドで合わせようというところ読まれていました。逆に速攻になりました。渋谷ベンドラメが決めていきます。こういうシーンですよね、渋谷としては作りたい。野口が空いている。おー、いいオフェンスリバウンド、タルタル選手。ベンドラメ、うわー、エンドワン。ベンドラメがついています。ガードナー、ジャクソンとのマッチアップ、ここはステップを踏んでいきました。昨日の開幕戦に引き続き、今日も最後までわからない展開になってきている。うーすごい、ここは落ち着いてしっかりと決めてきました。柏木もオールカウントダブルチームに行く、よく見ています。金丸康介、うわー、沈めてきた。ハイピックいった。さあベンドラメ、ベンドラメがドライブを選択していきました。これで1点差。いいレイアップだ、ベンドラメ選手。これが渋谷のファンからしたら見たいんですよね。そうですね、これは2点でも大丈夫です、渋谷としては。うわー、さあところでブロック、最後この2ポイントを取ることができませんでした。